これがだからさっきのあの、はい、バットありましたね、強制するバット、まああれなんかもまあ一つこのねロングティーも似てるようなもんで、はいはい、あのヘッドを返してしまうと、はい、ドライブ回転したりしますんで、はい、ね、このヘッドを返さない息の長い打球を打つという意味では同じような効果はありますよね、もうすぐショートのレギュラー取るかってね、はい、思われてた選手ですからね。で次の年源田入ってきた。そうでしたね。そうでした、はい、ずっとシーズン終盤ショートでレギュラーで入っててね、はい、ショートね。そうでしたね、はい、終わったのかな。終わったんですかね。あ、どっちが先にってやってるんですか。ですかね、はい、あそこまでは行くんですね。そうですね、その先に行かないですね。どうですか。そうですよね、ベースですね。あ、これいいんじゃないですか。いい感じですね。今打った瞬間見てますよね。あ、いった。あ、でも当たんなきゃダメなんですかね。どこなんですか。お、お、あ、惜しい。ですね、はい、惜しい。どこですか。少し右ですかね。うわー、うわー、あ、まだついてます、笑いながらですけどね、まだついてる状況ですけどね。いやもうこれ明日体バリバリになってますよ。ああですね、はい、5番も9番本当にそうですね。支配下を、まあ、このキャンプで勝ち取るっていう大きな目標ですね、いいですね。さあ、あとはいつボールに当てるかという状況になってまいりましたなかなか当たる確率ってねちょっと ね厳しいですね、はい、そろそろあのサードベース付近から打った方がいいんじゃないですかねサードベース付近、はい、から、はいはい、少し、ね、前にしてあげた方がいいかもしれないです ね、 そうですね。あ、少しでもあの踏み込み始めましたね。あ、そうですね、はい、角度変えましたね。角度変えましたね、はい、そうですね。どうだ。うわあ、高さか。高さが足んなかったんです ね。これはちょっと疲れでしょうね、はい、100m っていう、その中村拓也選手と今やっていた浅村選手と一緒にいつもなんかこれ、はい、やってましたね。やってましたね。あ、当たった。あ、いや、違いました。当たってないのか。めちゃめちゃいい打球でも当たってなかったんですねうわ、当たってないか。当たってないんですね。かすめていきましたね。野球好きなんですね、やっぱりですね。本当にそうですね。はい、お、さ、お、お、当たった。いい音でしたね。いい音になりましたね。今ネットじゃなくてしっかりポールに当たったんですよ。ポールに当たりましたね。素晴らしい。ファンの皆さんに残ってくれてありがとうございましたということですね。どれだけ打ちましたかね。ですね、本当ですね、はい、いやー、最後しっかり当てました。さあ、ご覧いただきましょう。これがもう何打球目か分かりません。
ポールですよ。ポールですよ。ギリギリでしたね。ギリギリでした。はい。この表情です。なんか普段のホームランよりもね、数倍嬉しそうでしたね。本当そうですね。